皆さんこんにちは、ゆうまです。はい、今日なんですけれども、洗濯しなければお洋服はどうなってしまうのかっていう、お話をしようかなというふうに思います。で、特に洗濯って、皆さん多分大体されると思うんですよ。臭くなりますし、で、なんかボロボロになったりするしとか、なんかいろいろあると思うんですよ。汚れがついてるしとか、パンツにちょっと焦点を当ててみようかなと思います。皆さんちょっと考えてほしいんですけど、パンツってどれぐらいの頻度で洗ってますかね。例えばジーンズが一番わかりやすいかもしれないんですけど、ジーンズってすごい こだわり皆さんあるじゃないですか。色落ちをどういう風に刺したいとか、そういう考えをいろいろ持ってらっしゃる方っていうのが本当に多いと思うんですよ。で、洗わない人ってもう本当1年ぐらい洗わないで、で、それを、やっと当たりが出てきたから洗いますっていう方ももちろんいらっしゃると思います。で、これはそういう方たちを否定する動画っていうわけではなくて、そうなった時に、どういうデメリットがあるのかっていうお話をしようかなと思います。で、メリットで言うと多分もう、正直ないんですよ。ジーンズでその当たりだったりとか、色の濃淡をはっきりさせたいっていう意味で言うと、選択しない方がいいっていう意見はもちろん確かに、一部あるんですけれども、ですね、ジーンズずっと履いてると、菌がめちゃくちゃ繁殖するんですよね。ジーンズに限らずなんですけど、で、菌が繁殖した結果ですね、ずっとそれを、置いてると、まず臭くなるっていうのが一つありますよね。で、あと、なんかジーンズご自身のちょっと触ってほしいんですよ。生地感どうですかね？なんかすっごいやわやわしてる生地感のやつとかあったら、それ要注意ですね。元々の生地感でストレッチ入ってるとか置いといていいですけど、やわやわしてるやつあったら、それ菌が繁殖して生地食べてるんですよね。だから生地が、菌が繁殖することによって、非常に弱くなるんで、結果、洗えるのに、洗ってないものっていうのは、洗濯しないと結局すぐに履けなくなっちゃいます。だからジーンズで当たり出るまでとかおっしゃってる方も本当多いですけど、あれは結果的にジーンズって強いものなのに、他の、洗ってらっしゃる方に比べて持ちが非常に悪くなりますね。で、もともとジーンズの修理を受けた経験もあるのでわかるんですけど、やっぱり破れてる方、持ってこられる方っていうのは、もちろん使い方にもよるんですけど、洗ってない方の方が圧倒的に多かったです。で、そういう方は総じて本当に生地がものすごくやわやわしてたんで、あの状態になると非常に良くないです。じゃあ、どうすればいいのかっていう話なんですけれども、基本的にはですね、例えば洗剤を入れて洗ったら色落ちがしてしまうとか、いろんな意見あると思うんですよ。で、じゃあ、何をすればいいのか。水通しだけでもしてください。水通しをするだけで、菌の繁殖が抑えられるので、洗うのが嫌だ、色落ちするのが嫌だっていう方は、とにかく水だけちょっと通していただく。これ洗えるパンツ前提でお話してるので、それだけお気をつけください。していただくと、非常にですね、それだけで持ちが変わるので、皆さんちょっと今履いていただいているパンツっていうのを、ちょっと改めて見返していただいて、洗えるパンツなのであれば、定期的に洗っていただいた方がいいです。で、色落ちだったりとか、そういうのが気になるっていう方は、水通しだけでもしていただいて、菌の繁殖を抑えて、で、より長く履いていただければ、パンツもいいのかなっていうふうに思っておりますので、ぜひ、この動画参考にしてみてください。次の動画でですね、またちょっとお話系の動画を上げて、で、また商品説明に戻っていこうと思いますので、ぜひ引き続きよろしくお願いいたします。今日はこの辺りで、皆さんさようなら。